みんなの心にググッと群馬帝国。どうも群馬帝国民です。どうも群馬帝国民です。目の前にあるのは群馬を代表する群馬名物味噌パンです。ほら皆さん見てください。こんな、これ全部味噌パンです。これだけあるとすごいですね。そうです。本当はこのね、群馬の名物味噌パンをこの皆さんのねと一緒にね、どんなお店の味噌パンが好きですかっていうことで、うん、前橋市にある味噌パンを全部買って食べようと思ったわけですよ。しかしですね、数がねあったわけです。実はそんなにないんじゃないの、味噌パン売ってるところ。知ってるのってここフリアンパン。このフリアンパンっていう、フリアンっていうね、沼田のパン屋さんなんですけど、これが有名なんですよね、群馬で一番。もう味噌パンって言ったらフリアンパンでしょ。そうなんで、そんなにないんじゃないかなっていうところって思ったんですが、結構意外とこうやってありました。で、こんな食い切れないっていうことで、今回は第1弾で、我々がこの数々の味噌パンを食べてランキングを作っていきます。本当に群馬で美味しいのはどれか、ナンバーワン。これは王者かもしれないですけど、テレビでもいっぱい、うん、本当に美味しいのはどれかってことですよね。確かに本家を超えるかもしれないですよ。だからそういうことで私たちが全部食べてみます。で、今回はもう近場ですよね。そうね、前橋市の近場でベーカリーって見っけたら寄って買ったみたいな。そしたらこのくらいでいきましたと。で、こんなに食いきんないんで、今回はこの辺で勘弁してもらおうかなと。で、この中でランキング、そしたらまた次の味噌パン会で食べて、このランキングをこう置いといて、またそこにこう何番だねっていうのを決めてみましょう、ね、ということで1個ずつ食べていきたいと思います。ちなみにどれが食べてみたいですか？あの、食べたことない。あ、ちなみに味噌パン食べたことあります？ありますよ。私これしかないんですよ、実は。あ、ノーマルタイプ。ノーマルタイプ、これ以外全部食べたことないです。味噌バターでもね、美味しいですよ。これですか？うん、これが帝国民さんのおすすめです。そうです。ラーメンもね、味噌バター派。じゃあちなみにどれが食べたいですか今？フリアンパンはもう分かるから。じゃあこれから行ってみたいと思います。皆さんこれ見てください。この味噌パン、これはね、キツネベーカリーさんっていうところで売ってました。朝一行って購入したんですよね。そう、売り切れてたんだよね最初ね。あ、そう、これ人気で売り切れてたんですよ。で、並んで、私たちはどうしても味噌パンが食べたいんだって言ったら、じゃあ一個だけ作ってあげるから待っててって言われて、待ってたやつ。じゃ食べてみますか。これ行きましょう。これ中に味噌があるタイプじゃない。これは中に味噌があるタイプではなかったです。うん、なんか想像と違う、思ってた味噌パンと違う。すげえ味噌って感じじゃないですよね、うん、甘いパン練り込んであるんかな、味噌。甘いパン、キツネベーカリーさん。なるほど、はい、ありがとうございます。点数つけていきますか、うん、じゃあこれが基準になるやつで、ここに置いていきますね。点数表ここに置いておきますか。後で見比べましょう、点数、うん、平均を出して1、2を10点満点ね。10点満点にしましょう。ここ置いておきますよ。はいはい、ありがとうございます。近場にしておきましょう。で、裏返しにしておきましょう、見えないように、はい、じゃあ次は王道いってみますか。あ、そうだね、これこれ王道そうです。ピキーン、栗の森さんの普通の味噌パン、袋から出した味噌パン、くるみの森さん。これは絶対あれですよね、我々が想像してるやつですよね。思ってたんだよね。ほら、こうやって味噌がこう真ん中に入ってるんですよね。これが我々が想像してた味噌パンです。やっぱこれだよね。これ私好きです。あ、うまいうまい、これはうまいよ。あれ、これ本家超えたんじゃない？なんだろう、味噌が、まあ、味噌がうまい。うん、ていうか、味噌だけ食っても美味しいかもしれないですね。次、フリアン行く？フリアンのノーマルタイプいきます。硬い。ずっしりしている。なんでこのフリアンパンこんなずっしりしてるんかね。これです。これ、味噌がもうはみ出てますね。うん。これが王道のフリアンパンの味噌パン。すごい、さっきと違う絶対ね。ほら、味噌が濃い。いえいえい。これは濃いね。これは絶対濃いです。味噌が濃いんですよね。これはパンもこう濃厚だし、パン味噌もね、やっぱ安定のうまさだよね。次どうします？初めて見ました、麦の国ごま味噌コッペ。麦の国ごま味噌コッペ、コッペ、コッペパンです。じゃんじゃんじゃじゃん。あ、コッペもうまいわ。これコッペの方がパンがふわふわしてていいっすね。じゃあ次は皆さん見てください、これフリアンパンのミックスパン。間違って買いました。これは味噌パンではない。形状が一緒だからって味噌パンと思わないことだ。まあ、私はまんまと騙されましたからね。群馬帝国民さんおすすめの味噌バター、これ間違いない。ちょっと色が薄いんですよね、さっきと。
加減でいます。バターがね、揚げるんだよね、味噌。確かにすごいじゃん、これ。これ、うまいっす。次、どっちがいいっすか。じゃん、変わり種の、これ味噌パンっす。これも、くるみの森さんから。なんかね、くるみの森さんにはね、味噌パンくださいって言ったら、変わり種でこれもあるよって言って紹介してくれました。表面が味噌タイプ。そうです、表面に味噌が塗ってあって、ごまがかけてあって、すごいハーモニー。あとね、味噌がここんちはとてもうまい。うん、これ歯ごたえがいいね。くるみ、くるみも入ってます ね。そうです、歯ごたえがいい。うん、で最後、バレット味噌。大きさがとてつもない。しかもこれハンバーガーだね味噌パンバーガーみたいな。そう、味噌パンバーガーだね。もうずっしりしてない。そしてこの濃さ。うん、味噌は同じですね。うん、いや、パンが違うよって話ですね。うん、風味あるの。学生はこれだね。うん、点数つけちゃいましたね。うん、これ結構賛否分かれるんじゃないですか。あと怒られますね、お前らが。そう、うちの点数が低いみたいな。うん、だってね、あの、賛否両論はあるでしょうけど、あくまで個人の感想です。そうですね、今から発表しちゃいますよ。うん、我々が決めたこの中でのランキング第1弾やっていきます。うん、結果発表いきたいと思います。というわけで、ランキングが分かりませんでした。とりあえず手元に残ってるのは 9.2 点。 9.2 点、どっかのパン屋が 9.2 点だったってことは確かですねまたあの上毛かれた災害だよ。もう結果ドローンのせいで全部が吹き飛ばされた。あれだよね、クビにしたはずだよねあいつクビにしたはずなんですけどね。もうね、ドローン飛ばすやつは危険なやつですよ、もう完全に。しかも室内ですからね、ここ。一生懸命食べたのにな。そうです、一生懸命食べて一生懸命ちゃんとランキングしたじゃないですか、我々、ね。うん、ちゃんと点数かけて書いて、順番に。それをもう水の泡にしてくれるという最悪なパターンですからね。いや、また、ドローンの一人勝ちだね。そうです、そうです。結果、ドローンのみぞ知る。もう神のみぞという感じですよね。そうだね。ドローンのみ点数を知ってると。ということで、ね、皆さんね、群馬のこの味噌パンたち、本当に全部、全部美味しかったです。もう決めることができないぐらい美味しかった。もう、俺らに、そんな、コーツつける資格なんかない。そうですね。ということで、皆さんね、おすすめがあったらね、ぜひここの味噌パンを食べてくれ、第2弾ではっていうのをコメント欄に入れてください。そうだね。群馬県民の皆さんのおすすめが気になります。皆さん、ぜひ群馬に来たら味噌パンを食べること、そしてチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回はこの辺で、バイバイ。